皆さんこんにちは、改めましてリメージです。今回は韓国クリニック第2弾中級編やっていきたいなと思います。はい、初心者編ご覧いただいたでしょうか。意外とコメントが少なかったので、あんまり皆さん韓国に行く際にクリニックそんなに迷われていないのかなと思ったので、今回、たくさんある中で5000ぐらい皆さんにね紹介しようと思ったんですけれども、3選にしておきます。はい、皆さんとのコミュニケーションツールって本当コメントぐらいしかないので、お悩みとかあとこういうクリニック知りたいという方はぜひコメントください。はい、そのコミュニケーションがあるだけで私が発信する内容とかがすごく大きく変わってきますので、ぜひ皆さんねコメントあといいねもいただけると嬉しいです。はい、私のチャンネルでは元美容部員の経験を生かし、美容医療から海外コスメまで幅広く皆さんにシェアをさせていただいております。旅の動画も出しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。それでは韓国中級編やっていきたいなと思います。今回の中級編どんな方におすすめなのかっていうと、日本でも韓国でも何度か同じ美容手術を受けている方、そして勧誘をしっかりと断ってあらかじめ自分がやりたい施術が決まっている方、あともう一つはある程度しっかりとした接客を受けたい方、そういった方におすすめしているクリニック中級編やっていきたいなと思います。はい、じゃあ早速なんですけれども、まず1点目、シャインビームです。はい、シャインビーム、このカンナム店っていうのは、韓国熟知していない方も普通に分かる程度なんですね。行き方が特にすごく分かりやすいので、住所をこちらに載せておきます。はい、ほぼほぼ迷わず行けるんではないかなと思います。韓国ってすごいビルが多いし、皆さん韓国語読めない方はほとんどだと思うので、なんかもうどこのビルってめっちゃ迷うんですよ。それがあんまりないので、これ初心者編でも通じるかなっていうぐらいのクリニックです。はい、で、今ね人気なのがポテンツァがすごく人気だと思いますので、今回そのポテンツァの値段も皆さんにシェアをさせていただきたいなと思います。はい、これからポテンツァ受けたいなっていう方もぜひ参考にしていただけると嬉しいなと思います。で、ここのいい点なんですけれども、カカオトーク、 LINE、 ホームページ全部で予約が可能ということです。はい、カカオトークなんだけど韓国の LINE みたいな感じで、韓国人の方は LINE とかよりも、カカオトーク使っている方すごく多くいらっしゃるんですけれども、予約とかもカカオトークすごく多いので、事前に取っておくのがすごく便利だと思うんですけれども、それが LINE でもカカオトークでも、そしてホームページでも予約ができるということですね。これかなり便利じゃないかなと思います。最近では多くなってきたけど、 LINE もちょっと一昔3年前ぐらいかとかは LINE とかでもできなかったので、カカオトークでのやり取りっていうのがすごく多かったです。はい、今多分だいぶ変わってきてると思います。はい、あともう一点すごくいいのが、日本語の翻訳がすぐあるんですよ。結構パソコンとかだと日本語にこう全部翻訳できるものとかがあるんだけど、ホームページこんな感じでいくと、こちらにこう日本語って書いてありますので、ここをクリックしていただくとすぐ日本語の翻訳に変わります。変わるというか、もうそのページがあるのですごく便利なんですね。私も海外で施術受けることすごく多くて、結構ホームページ、英語かその母国語っていうのに変わるんですけれども、ホームページ見るだけでもストレスになるんですよ。だけどここは日本語に直訳したあるっていうことですね。はい、なのでめっちゃ便利で、ここのクリニックキャンペーン中でポテンツァが2万円近くでできたり、みんなが大好きリジュランですね、リジュランも1万4000ぐらいで今キャンペーンをやってるってことですね。初心者編でもお話ししたんですけど、やっぱりキャンペーンやってるところすごく多いので、シャインビームもそこが適用になります。はい、ピコトーニングやる方めっちゃいいなと思うんだよね。ピコトーニングがめっちゃ安いです。4000円ぐらいでできるので、こういったところもすごくおすすめではないかなと思います。はい、続いて2番目のミエンミクリニックです。ミエンミクリニックは2003年開業の韓国で20店舗開業するクリニックです。知ってる方もすごく多いと思います。ここのクリニックっていうのはアンチエイジングの施術がすごく特化しているっていうのと、1対1のオーダーメイド施術を提案してくれるクリニックです。あとはスキンブースター系もすっごく人気のクリニックなんですけれども、ここの3つがすごく特徴的な、クリニックかなと思います。はい、日本でも人気のエクソソームだったり、あとはリジュランですね、もちろんサーモン注射とか、あと再生の LED マスクっていうのも受けることができます。はい、そして大人気のポテンツァは19万9000ウォン
ですね、はい、まあ、大体2万円ぐらいでできますよというここもクリニックです。1対1のオーダーメイドクリニックとかやってるところってポテンツァとかもすごい高いところって韓国でもあるんですね。なので、まあ、あのここのクリニックはポテンツァ以外でもそういったオーダーメイドの自分の肌に合わせてやってくれるクリニックなので、まあ、中級編の方すごくおすすめではないかなと思います。続いて3点目をお伝えしていきたいなと思います。3点目がアムルダウンミタムイーンになります。ミョンドン行ったことある方で何度も渡韓してクリニック受けている方だったら皆さんわかると思うんですけれども、タビーの8階にあるクリニックです。はい、タビーってミョンドンの駅前にある大きいビルなんですけれども、まあ、行けばすぐわかると思うんですけれども、そこのビルに入っています。実際には施術はまだ受けていなくてカウセだけ行ったんですね。これカウセリング受けて行った方は絶対思うと思うんだけど、マジで接客がいい。はい、当日に行ってウォークインで入ったからできなかったんですけれども、本当に対応がいいです。はい、まあ、これもね、皆さん人それぞれ、まあ、良くなかったっていう人も中にはいらっしゃると思うけど、ここのクリニックはマジでいいと思う。はい、安心して、行くことができると思います。はい、2003年から開業されたここもクリニックなんですけれども、2020年に改装をしました。コロナ禍の時に改装をしたクリニックです。はい、ポテンツはちょっとだけ高いです。まあ、3万円ちょっとします。はい、まあここもキャンペーンとかあるんですけど、ポテンツはあんまり安くなってない印象です。はい、ヒアルロン酸注射もいろいろやったことがある人、形とか自分の中でいろいろ想定内決まっている方、すごくおすすめのクリニックだと思います。すごく親身になって形も考えてくれるクリニックなので、やるやらないにもかかわらずすごく丁寧だと思いますので、安心していけるクリニックかなと思います。でここは引き締めのレーザー系にもすごく力を昔から入れてるクリニックなので、引き締め系とかも一緒にやっちゃってもいいかなと思います。はい、ということで今回は3選皆さんに紹介をさせていただいたんですけれども、最近ね渡韓する方も多くなってきて、韓国素敵なものもたくさんあるし、素敵な食べ物もたくさんあるので、ぜひ楽しんでいただければ嬉しいなと思います。海外なので不安になられる方、プラスそこで施術なんかするっていうのはね安易なことではないと思います。なので少しでもねこの動画が参考になったなと思った方は、ぜひいいねとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは次、好評でしたら上級編やっていきたいなと思います。はい、また次の動画でお会いしてください。ありがとうございました。